ミキヤくん、ひな祭りギフトありがとうございます。ケンさん、ダイヤル何これ、ありがとうございます。リチャさん、クマありがとうございます。パジャマです。ウドムさん、かわいいギフトありがとうございます。歯車、久しぶりに決済した。なんだって。決済完了しました、ありがとうございます。今日かわいい、そう今日お仕事があったのでね、もう取れちゃったけど、パジャマなんでね、可愛さがちょっと薄れてるんですけど。なんだって、うん、ヤスルパンさんありがとうございます。M のヘアピンじゃない、これはまた新入りです、あんま見せない、お楽しみに。今月もよろしくねって、よろしくね。明日法事でバスツアー行けずにすいませんって。あら、もともと決まってたの、申し込んでとかじゃないよね、申し込んでた。そう、明日はねバスツアーです。月始め、そうメールがお得です。メール月額300円で毎日おはよう届きます。お休みも基本毎日送るんですけど、たまに送れませんけど届きます。袴の生写真ね、そうそう、またアクスターじゃないわ、アクいろいろ出ると思うので、生写真はランダムだからむずい。こんばんは。そうバスツアーですよ。バスツアー、淡路島って遠いんだね、神戸からだっけ、淡路島。なんか耳が痛いんですよね、なんでだろう、喉通り越して耳が痛い。こんばんは。明日の朝の新幹線で行きます、待ってます。3月4日のホワイトデーキャンペーン達成でテーマパークももらえる、マジ何ポイント。明日はね、夜配信できそうだから夜やります。朝はさすがに早くてちょっと5時起きなんですけど、ちょっと配信、症状が別のところに出てるから風邪、そう風邪なのかな、誰か詳しい方。耳が痛くてちょっと耳が遠い感じするんですけど、誰か専門の方、もう病院に行かなくても。あ、50万マジ3月4日だけで、4日から医療関係。耳が痛いです、なぜですか、花粉症ですか、乾燥ですか、喉からですか。あなたの風邪は喉から。え、耳が遠くなるんですよ自分の声がなんかこもって聞こえる。花粉症と低気圧か、へえ。微熱ある時になりやすい、鼻詰まる、鼻詰まってないよね、
なんでやろ、喉が詰まってるわ。ほっぺ赤い。でもさっきね1時間寝たんですよ。目が赤いのはちょっと1時間仮眠もしたからです。配信まで1時間あると思って今日早く終わらないよ全然。大谷ロス。大谷さん私もともとね何もファンでも何でもないんですよ。失礼な言い方だけどなんか全然響いてないんですよ、もともと知らないから。こんばんは。早めに寝ましょう。でも移動時間に寝れるんよね。じゃけんそうそう移動で、明日移動が長いからネックピローを持ってて、そう大谷さん知らなすぎて何もわからん。安部さんありがとうございます。そう、ヨギボを持っていく。あとホットアイマスク。何がいるかな。何がいる。明日はねバスツアーなんですよ。髪型どうしようかな。でも今日みたいな感じにしようと思ってるんだよね。でも私服でみんなと会うことはないっぽいので、制服みんながはどんな私と写真撮りたいですか。おろしがいいかツインテールがええか。ポニーテールがいいか普通に。でもパフォーマンスしたら汗かくからちょっとベタつくけど。坂田しみさんありがとうございます。歯車。おろし、そうだよね。ツインかおろし。明日来てくれる私のファンが。ツインにしちゃう？うのむさん、かわいいギフト。ありがとうございます。おろしかなって。そうね、あなたはツインテールあんま好きじゃないよね。おろしが好きなんかね。明日ツアーで歌ってくれるんですかって。バスツアー、そうそうそう、ライブがあります。2パターン。え、そんなんはできないよ。おろし。月が変わって3月よってなんかセーラームーンのセリフみたい。月が変わって3月よ。え、ドレスはなさそう。こんばんは。
寝過ごさないようにね。私5時起きだよ、やばくね。まあ移動中に寝るから。こんばんは。ドレスない？まあドレス、そうドレスないことぐらいは言ってもね、期待してこられても困るから。ドレス見れるって。家でもホットアイマスクは使ってないんですよ。ちょっと今日と明日使おうと思って、今日の夜と移動中に。ちょっと分かんない、写真はあんま詳細は分かんないんだよね。でも10対1とかだと思うけど、あんまり分かんないんだよね。淡路島の玉ねぎの口になってまして、早っ。蒸気アイマスク使ってください。いい？10おらんけ、何人？ 6か。パフォーマンスするってことはなんか10人ぐらいいた気分でした。なんだっけ、10人ぐらいいたの、気のせい？こんばんは。6人。あ、車酔いは全然平気です。いや、よく考えたら6人構成だわ。でもなんか10人ぐらいいる気してたわ。なんかめっちゃメンバーいる気持ちだった。何の10人だろう。まあ10人いるしねーって。ゆきさん、ありがとうございます。残りの4人はどこから。それな、普通に10人の予定だったわ。なんだろう、今回の6人なら誰が一番しっかりしてるって。ゆなゆなか、しっかり。でもどういう面かによるな。私もしっかりはしてるけど、ゆなゆな、パセリ、パセリおる？おるよね、パセリ。あ、でも意外としっかりしてるメンバーなのかも。あとはあ、さやかりんとかか。さやかりん、りこちなっちゃんか。さやかりん、りこちなっちゃんは妹感あるけど、パセリ、ゆなゆな、私は姉感ある。いやいや、なんかそうやって名前で見たらさ、10人いるように見えるんだよね。そっかく。ゆきりが頼りないから苦しい。私しっかりしてますよ、しっかりしてるよ。
なっちゃんは全然しっかりしてませんね。6人より多く見えるよね。え、10人ぐらいおる気せん。だけど誰がおるかもあんまりそんなはっきりは覚えてなくて、覚えてるけど、だからパッと見10人ぐらいに見えて、あ、10人ねーみたいな、深く考えずに。そう、あ、分かった、何が10人なのか。あれだ、1人10人ファンの人を呼んだらいいっていう10人だ。それだそれだ、多分それが印象強すぎて。ゆうちゃんありがとうございます。そこだ、じゃあ60人やったら1人10人だねって、そういうことだ。納得納得、そういう会話をしたんだった。ファンの人だわ。でも先着だからね、10人いるか、そんないないか、いるか。そう、60人だから60割る6で10人。こんばんは。10人思い浮かびましたかって、まあそれに近い。でもでもまあ数人パッと思い浮かぶだけでも5、6人、7人とか5人、6人。アキアンさんありがとうございますね。10いると思う。2とかではないです、絶対。行くよって聞いただけでも、7とかいるかもしれないから、うん、10いるんじゃないかな。アキアンさん、かわいいギフトありがとうございます。なべゆき、でもまあ先着みたいな感じだったけんさ、うまいこといかんよね。なんか先着で売り切れたから。こんばんは。ふむふむ、先着、うん、ね、そう、偏りある。タック、かわいいギフトありがとうございます。ルカさん、ハートありがとうございます。アラジン見てます？金曜ロードショー？アラジン実写版はちょっと見たかったな。明日に備えて散髪しました。マジ？短髪になってる？ヤスルパンさん、かわいいギフト。ミキヤくん、ありがとうございます。髪減らしてきた？すごい。準備万端だね。準備万端。
平田さんの本買いますかって。あ、なんかね、どうしようかな。単発明日の準備しようかな。メイクポーズ早ってね、早ベスト体重に戻ってきました。ダイエット成功、ダイエット成功。明日だって5時起きだもん。とりともいるもんあんまないよね。メイクポーチとネックピロー、メガネ、メガネいらんわ。メガネで行ってコンタクト。おやつ、おやついいの。もう起きたらすぐ家出れるぐらいにしとこ。起きて5分後には家出れるぐらいにしとこ。ギリギリまで。イエイエイ。最近ね、可愛い靴下買ったの。靴下あんだけもらってるのに靴下買うっていうじゃん。本買うつもりならまた送ります。え、送ってくれるんだったら買わない。目薬かわいいでしょ。ネズミ？なんかこれ鼻なんだけど口に見えるの。私口に見えてかわいいって思ったら思ったんよ。でも絶対鼻。にっこり逆三角形、ほら見える？ちょっとピント合わんね。逆三角形にひって笑って見えるやん。でもこれはネズミの鼻なんですけど笑って見える。逆三角形ミニマロンさん、かわいいギフトありがとうございます。こういうでも長めの靴下はさあんまりないけん。長めの靴下口じゃないんです、鼻なんですよね。ネズミだけど口に見えて可愛い、笑って見える。そう、長め、いつものキャラ靴下より長めです。ここはかかとやけん、ほら耳が立つ感じですね。あったかそうね、かわいい靴下を。かわいくて一目惚れした。一目惚れ靴下、一目惚れ靴下。ね、明日この靴下履かん。履いたとしてもみんなには見えないかもしれない。耳は出しっぱです。3月1日公開だっけ。3月1日公開の映画多いね。なんかあれも
ドラえもん、ドラえもん、ドラえもんだよ。あれ休み寝ない。今日高校卒業式やったんかな。めっちゃ卒業式っぽい雰囲気だったみんな鼻つけて。ドラえもん、あ、一目惚れした商品多い。一目惚れしたら買う。一目惚れ、一目惚れせずに悩むようやったら買わん。なんか卒業式っぽかった。早いよね、3月1日なんだ。高校生いっぱい鼻つけてる方々がいた。ドラえもん、僕ドラえもんだよ。懐かしい。私の卒業式なんて4年前、5年前か。時ってあっという間やな。今日はあんま歩いてない。今日はお仕事があって、帰りにちょっとねちらっとご飯を食べたんですけど、その時に花を持ってる高校生たちがいて、制服の。卒業式どうです？合格発表ドキドキだね。それは集中できないね。なんか気づいたら30歳とかになってそうで怖いですわ。喉がめっちゃ鳴る。卒業ユニーは、あ、でも28日めっちゃ激混みだったみたいな、ディズニーが流れてきたニュース刺さります。確かに気づいたら30歳とかになってそう。もっと大切に生きなきゃ。こんばんは。あー、喉がガスガスになってる。卒業の歌といえば、ね、なんだっけな、定番の旅立ちの日に。喉の痛みは全然治まってないんですよ。今トローチ舐めてる。喉って一回痛くなったら1週間ぐらい治らんのんですよ。ね、一回傷ついたらなかなか治んない。もう絆創膏貼りたいぐらいです。ショッキング。喉って1日2日じゃ治らんくない？声は普通。そうね、頑張ってます。喉ヌールスプレー。花粉？でも乾燥したんですよ。乾燥なの。乾燥。
動しちゃってやられました。こんばんは。部屋は今 20% です。マジすぐなくなるんですよ、水加湿器の。だから配信終わったら入れる。花ゆきさんありがとうございます。なくなるの早い。なくなってないかな、自分が切ったんかな。あ、自分が切ったんか、ストレルケ。早く喉治したいですけど、今日マスクして寝ようかな。昨日も言ったな、これ。マスクして寝ようかな。ケンケンパーソンありがとうございます。うん、喉取っちゃうけど、まあ取らないように。喉、私もね結構強いんですけど、ここ最近は痛めてなかったけど、映画館がダメだったね。あれ超痛くなったけど、途中で抜け出せんし、耐えながら。痛くなってから1時間半は耐えたから、ミスやな。ヤコバとかもなりがち。ヤコバも喉痛くなりがち。まあ飴たくさん舐めながら、龍角さんが舐めてる時だけは大丈夫なので。で、次からは絶対ジュース買う。2本目はジュース間に合わなそうだからもういいやってなったんよ。それがダメやった。ちゃんとジュース買う。明日は淡路島行き。どこ行き？淡路島行き。そう、20分後ぐらいで並んでたんよ、めっちゃ。あの日水曜だったから人多くて、本当に並んでて、こう並ぶんですけど、だからもうええなと思ったんですけどね。あんま並ぶの好きじゃないんですよ。田舎だから行列になるじゃなくて、ちょっとご飯屋さん並んでたら違うとこ行こうっていう人なんで、並ぶのに慣れてないんですよ。喉を潤さないとね。マスクして配信しようかな。そう、水曜人多い、安いから。そういう絵文字ある？こんなんじゃない？眠そう。目が乾燥してる。眠くはないよ。
広島よくわかりません。あれそっち？それじゃなくてさ、こんなのも悪くない？目をパッて開いてるやつ。それやなくて、今日はねスタバもあるんですよ。でも飲み込むのが辛すぎて全然飲んでない。なんで買ったねん。一回一回いってえなって思いながら飲んでます。スタバ欲しくて。キャラメル、キャラメルラテのエクストラミルクライトアイスエクストラソース。飲み込むの辛いです。唾液飲み込めない。だから人間ってさ、生きてて唾液って飲み込まないじゃん。飲み込んでるんかな。でも喉乾燥してたら唾液飲み込むんですよ。何を言ってるのかな。なんか普通に生活してたら飲み込んでるんかな。でも喉が痛い時って普段こんな唾液飲み込んでたっけって思うぐらい飲み込むさタイミング多くて、無意識に飲み込んでるんかな。喉痛くなってみんと分からん。なんか喉を飲み込むたびに痛いんですよ。でもだから今痛いから飲み込むたびに痛いのね。でも日常生活でこんな唾液飲み込むっけって痛いから、なんかあ、なんか意識して余計にねやっちゃうのかなって。安い日なので映画見てきました。マジ？金曜が安いの？変わってるね。何見たの？そう、唾液の飲み込み気になる。あれ、いつもこんな飲み込んでたっけって。その話聞いてたら唾液飲み込みたくなってきた。私のなんだって、喉は風邪の大型そうなの。いやでも乾燥だから全く関係ないよ。いやいや違う、待って、知ってるよ、オケだよね、言われたらね意識しちゃうよね。意識して飲み込んじゃうよね。冗談ですよ。なんか右腕を怪我した、なんかテレビとか見てたら私も右腕で痛くなるもん。仰天ニュースとかで。きちねさんタコありがとうございます。ボケが強力すぎて。私のじゃないの？おぎを覚えられかねない。誰に？世の中。でもそういうこと言う人いるじゃん、たまに。変わったオタク。明日ゆきりがおらんかったらショックやから早寝てくださいって。何があっても行くから大丈夫だよ。何があっても行くんで大丈夫です。下の位置、え、そう、たまにいる人いるじゃん。私のファンの方はいないかもしれないけどさ、違う界隈とかで
んばんは。何があっても行くから大丈夫だよ。風邪じゃない限りただの乾燥なので映らないし、そんなこと言えるのさすがに心強い、強心臓すぎて笑う。どこ？何があっても行きますのとこ？何があっても行きますよ明日は。春夢さん可愛い、ありがとうございます。念のため温かくしてください。してます。バッチリ。冷え浸してたら刺します。しないしない。明日の公演頑張ってちょって。そうだね、公演ミニライブ。緊張してきた。どっから会うんだろうねファンの方たちとは。細かいタイムスケジュールとかないよね。しおりとかくれんのかな、旅のしおりみたいな。サイルームうちはいるいる。サイルームいるよ、ミニライブあるんだから。謎だよね。ストローがしなしなになっちゃった。結婚してギフトありがとうございます。新星さん、なんて読むんだろう。明日友達できるかなって。友達作り、確かにファンの方と一緒にいる時間長いもんね。ファンの方は楽しんでください。私のいないところでも待ってます。ゆきりかに届け。ステージからじゃない、さすがに昼ご飯は一緒じゃないだろうからって。すごいね、ね、分析力。なんかファンの方によっては全部一緒って思ってる方もいるから、そうやってなんか分かってる方がいらっしゃって。バスにメンバーが乗るとも乗らないとも書いてない。そうなんや。もう分かんないよね、濁しすぎて。だからでもあんまり期待 しすぎない方がいいですよ。期待しすぎたらがっかりするから、期待せんぐらいで行っとった方がいいですよ。淡路島巡れるのは巡れるかな。徳島ツアーメンバー乗りませんでした？行ったの？相手のうまくいくアドバイス。そう、相手にね期待しすぎたらもう幻滅しちゃってね、ダメだから、もう期待せずに
自身も楽しめるほど自由時間あるんだろうかって、みんながメンバーが、え、マジで分かんないんだよね。なんて来てたっけな。あ、充電がない。二食付きってことは夜ご飯も食べるの？おでんも卵でしょ。こんばんは。こんばんは。私も卵派。おでんリマインドマン。朝飯新幹線で武蔵の弁当を食べたいのを我慢して、そやね、行って食べなきゃ。綺麗な髪の毛。でもね、明日でも夜帰れるんだよね、配信間に合うぐらいには。意外と。でも遠いな。え、近い？広島からやったら遠くない？新幹線か。そういうことね。家からは近い。広島からちょっと遠くない？びっくりしたんだけど、遠すぎて。3連休の後だったから今週は長く感じました。マジなんかめっちゃイケボになった一瞬。私は短かったです。レオンボイス。私は短かったです。マジ一瞬だった。今週病ですわ。わははは。3月3日お話し会ですしね。ひな祭りっぽい服。よそ見してんじゃねえよ。あー、太鼓の達人の吉野家グッズ届いた。マジ？通ったの？吉野家。すごい。
一瞬のスリル。ひな祭りっぽい服ってむずいね、自分で言っといて。明日の天気確認してないけどきっと晴れですよ。きっと晴れ。とっちゃんありがとうございます。ね、私もどんな服かまだ思いついてない。どうしようかな。私服ね、ひな祭りっぽいピンクとかを取り入れたらいいんかな。桜とかひなあれで持ってこうかな。太鼓の達人の吉野家グッズは私参加してないんですよ。やってないんだよね。桃私お話し会昼からだから全然午前中に買いに行くこともできるので。そんな話題だったんだってね。だから私に言ってくるってすごいね、初見さん。私太鼓の達人。新幹線で食べる朝はパン派、おにぎり派、ご飯。パンあんま売ってないじゃん、だからご飯かな、おにぎり。こんばんは。パン屋さんないからコンビニのパンってことか。よろしくね。バス今日まひなさんが昼過ぎにお昼寝配信みたいなのしてて、ちらっと見ました。15分に1回ぐらい起きるみたいな、ベッドで。そう、まひりかのまひさんが、グッドイブニング。そう、定期的に起きたらいいから、そう15分ぐらい、体感15分ぐらいで一回起きてきて、もう一回寝てやってた。そう、15分までに起きたら晩餐ないから。アラームかけてなかったね。最後バンっぽいのされたかって、なんでそんなガッツリ見てるんだーい。ま、あの間なんでそんなにガッツリ見てるんだーい。お話し会楽しみにしてっていいのですか、すらって
もちろん、もちろんだよ。そう、もう喉も耳もどこもかも痛いです。助けてバス乗りました。今まだ23時か。ヤコバ、あれナース、何それ。希望送ります、やめてください。この体調で明日までしないか。え、全然元気な、元気なんよ。元気なんです。明日朝早いよ、5時起き。やめてください、気を送らないでください。羽根かいし、5時起きなのに配信してくれるの。でもさっき1時間寝たから、8時半から9時半、寝ちゃうかな。9時から10時かな。1時間寝たから。こんばんは、みきやくん。ガラス瓶ありがとうございます。ガラス瓶、明日でも移動中に絶対理事か、あ、絶対寝れるから数時間だから、そこですね。なんなら復習しないと、レッスン早すぎて、レッスン早かったし1回しかやってないから。こんばんは、何分までしようかな配信。半とか、そう、レッスンいつしたっけってレベル。1、2週間前。やばいよやばいよ。早めに寝ようね、メイク落とさなきゃ。服部さん、クマありがとうございます。普通は移動は疲れるのにって、疲れるものなのに休憩時間って発想が芸能人すぎて可愛い。やったー、可愛いって、何しても可愛いって。で、復習より前よね。だからめっちゃ前にしたんですよ。まあ軽く復習したら。メイク落としていいですか？美術よりとか言われてますけど、落としちゃっていいですか？両立両立。マスカラは落ちづらいから、ここで一回落として、お風呂でも落とすんです。落とすなって、いやもう落としたいんですよ。
旦投げほっぺもらっていいですか。私落としたい気分なんです。ガクヤンさんありがとうございます。そう、時間節約だって、配信終わってからメイク落とす時間がないでしょ。このままお風呂、よし、右目完了。おちおちです。玉ねぎ出るよ。レア配信。まつげもね、しっかりと。まつげ抜けちゃうんだよね、これでも。メイクを落とそう。そう、メイクを落とそう配信レアです。もう時短です、時短。落ちたよ、ほら、すっぴん目めっちゃ落ちてる。お風呂でも落とすんだけど、先にここで落としておいた方が落ちやすいんですよ。いや、お肌はまだ落としてない。お肌綺麗。お肌はこっちの優しいやつで落とします。そう、お風呂で簡単に落ちてるようにここで取っておくっていう。涙袋があっていいなって。あれなかったっけ、あなたも笑ったら出るんですよね。リップだけ残しとくわ。はい、肌も落とした、落とした、落とした。そう、もう余裕ですわ。できた。終わった、終わった。目がちょっと小さくなったぐらいかな。そう、あとお風呂、お風呂に入って、その後復習をして寝るのみ。でも今日は寝れそう。今日は結構外にいたので、お仕事で日光も浴びたし寝れそう。じゃあ、あと5分ぐらいで終わります。よいしょ。
品取りまして、ホワイトデーキャンペーン見てないや、見にとこ気が向いたら。あとできることなんだろう、メホゲナさん、コンペイトーありがとうございます。コンペイトー、小鳥さんありがとうございます。ミキヤくんありがとうございます。コンペイトー、そう、膝掛けしてる。コンペと、こたつ入ってるみたいじゃない？あたかもこたつがありますよ風。こたつ配信。お話し会の決済今日までもう30分。20万ポイントで美白パック？マジ？白くなっちゃう。11日ある。そう、こたつでもいらんかったわ。もう諦めて暖房つけてるし、邪魔になるもんな一人暮らしは。決済まだかも。嘘、コンビニへレッツゴー、まだ30分あるで。コンビニへ、コンビニへね。でも今日めっちゃ寒かったくない？マフラーと手袋いるやんって言いながらメンバーと。マジ寒かったです。ライスさんありがとうございます。めっちゃ寒すぎた、上着着てるのに寒くて。ね、マフラーでも洗濯はしたんですけど使ってない。明日持ってこうかな。絶対明日も寒いよね。今日寒すぎ。終わったら決済します。じゃあ早く終わらんといかん、間に合わんくなる決済が。あったかくしてる。明日も寒いよね。ね、防寒しっかり。では誕生読みます。13位、ガクヤンさん。12位、キツネさん。11位、トッちゃん。10位、ハルユメさん。9位、ルカさん。8位、翼欲しいさん。7位、ムーランさん。6位、ハットリさん。5位、ミチャさん。4位、ヤスルパンさん。3位、ミキヤくん。2位、ヤスベーさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。決済お願いします。あと30分もないです。明日よろしくお願いします。バス、そば来てくださる方は。明日夜配信ですので、ちょっと遅めの夜配信ですね、きっと。はい、ってことでおやすみなさい。おやすみー。おやー。はっ、バス出ます。遅くね、持ってから20分ぐらい待機してない。おやすみー。まったりー。